佐々木かなです。今回はお店でオプションを選んで遊びたいけれど、どのオプションを選んで遊んだらいいのかわからないといった方向けの動画を作っていきたいと思います。今回の動画なんですけど、風俗店でのオプションの選び方やスマートな遊び方について話していきたいと思っております。まずその1、オプションを選ぶならどれぐらいの予算で遊ぶのかについてです。オプションって結構いろんなオプション足してしまうと、じゃあ最終的にいくらぐらいになってしまうのかなって気になるじゃないですか。そこについて解説していきたいと思っております。その2、自分に合った適切なオプションについて。どのオプションを選んだらいいのかわからないって方多いんじゃないでしょうか。これについての選び方、後ほど解説させていただきます。では次、佐野さん、オプションを入れた時の遊び方について。これは例えばコスプレオプション、セーラー服などですね、オプションを入れていただいた時にどのタイミングで女の子にセーラー服着てもらうかなど、そういった感じの解説をしていきたいと思っております。では4つ目、オプションを追加して遊んだ時のメリットについて最後まとめて動画を終わりたいと思っておりますので、ぜひ最後まで動画ご覧くださいませ。よろしくお願いします。じゃあまず先ほどご紹介いたしました、その1、オプションを選ぶなら一体どれぐらいお金の予算必要なのかなについて語っていきたいと思います。まずこれ予算なんですけど、だいたい2000円から5000円がオプション代の相場となっております。何をもって2000円から5000円と私がさせていただいたかと言いますと、まず私よくあるオプションとしましては、逆アナルと言いまして、私からお客様に対して挿入させていただくオプションがあるんですけど、それがだいたい2000円となっております。そして5000円というものは、私潮吹きというオプションもさせていただいてるんですけど、潮吹きのオプションがだいたい5000円となっております。逆アナルか潮吹き、どちらか選んでいただくと2000円か5000円、どちらかになります。ちなみに潮吹きというのはどういうことかと言いますと、私の場合、自分のオナニーで果てた後に、こうおちんちんがまだちょっとくすぐったいなっていう状態の時にローションをつけて、さらにそこから刺激していくことで潮吹きが出るセルフ潮吹きができるんですけど、そのセルフ潮吹きをお客様に見ていただくというオプションが潮吹きオプションになっております。これ私オリジナルオプションでございます。あとオプションと言いましたらコスプレありますよね。コスプレはだいたい1000円から2000円台が多いかなと思っております。コスプレを選ぶ時のコツというか、どれを選んだらいいかなについてなんですけど、アダルトなビデオを見た時に自分が最も興奮したジャンルに近いオプションを選んでいただくといいかなと思います。例えば JK を犯すアダルトビデオなどを見てよく興奮されるという方は、ぜひ JK のセーラー服ですね、こちらのコスプレを入れて遊んでいただくといいかなと思っております。そのセーラー服なんですけど、オプションとして入れたはいいけど、どのタイミングでどんな感じで遊べばいいのかわからないという方も意外と多いんじゃないでしょうか。そういう方にはオプションというものは、だいたいシャワーを浴びた後に女の子が来てからエッチするというものですので、シャワー後女の子にセーラー服を着てもらってエッチするという形になります。最後まで着衣した状態で挿入まで行ってフィニッシュに持っていくか、エッチの段階で徐々に全部脱いでいって最後は真っ裸になってフィニッシュを迎えるかというものは、その女の子とのプレイの相性の流れになるので、ご自由にしていただければ幸いです。最後にオプションをつけることによるメリットについて話していきたいと思います。オプションをつけないとやっぱりスタンダードなプレイしかできませんので、もちろん初心者の方ですとスタンダードなプレイで満足されるかなと思うんですけど、ラーメンで言いますとやっぱりチャーシューを増したりとか、ネギを増したりとか、なんかいろいろオプションってあるじゃないですか。風俗も一緒で、スタンダードの遊び方ももちろん普通に楽しいんですけど、さらに
セーラー服コスプレですね。あと逆アナルっていう非現実的なプレイを混ぜたりとか、あと女の子の潮吹きを見てみたりとか、ちょっとこういういつもとは違うスパイスを加えることによって、よりエッチ自体が盛り上がり素敵な時間にしていただけるということが、オプションを入れていただくメリットになるのかなと私は感じております。はい、今回こんな感じでお話まとめてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。今回楽しいな、面白いなと思ってくださいましたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。またツイッターの方もしておりますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。またねー。